メイメズのリタです。よし、たまらです。かけはい、というわけで、今日は北村の実家からお送りしているんですが、まあ、ということはだよね。うん。このメインフェーズ豆知識として、うん、北村の実家で撮影するときは、声を出す撮影をするときです。そういうこと。夜でもね、出せるように。そうそう、夜でもね。夜でも出せるようにってことで、うん、今日やっていく曲は、はい、ウェイウェイランド。うおー、はいはい、久しぶりじゃない？こういう企画やんの。そう。あの、お酒企画なんですけれども、はい、あの、ウェイウェイランド、すげえ流行ったんでね、はい、皆さん知ってると思うんですけど、はい、まあ、こういったスゴロクの、まあ、お酒を飲むスゴロクなんですけど、はいはい、まあもうこれ、ひとしきりやったんで、YouTuber の方。そうだね。この、あの、クライナーっていうさ、ちょっとパリピ酒みたいに言われてるやつがあるから、あれね。あれを飲んでやるゲーム、遊びなんですけど、うん、ちょっと別に今更僕らやっても、あれかなと思うんで、うん、持ってきちゃって。はいよ。ドスン来ました、はい、ウイスキー4リットル、よいよー、半分の1しか入ってない。はい、うん、はい、これね、僕たち1回ね、お酒企画で買って、で、何回かお酒企画やってここまで減らしたんですけど、はいはい、僕たちはクライナーではなくウイスキーでこれをやっていきたいと思います。いやいやねー、やばいです、普通に考えて。やばい、やばいよ。クライナーより度数全然高いからね、うん、クライナー何パーだっけな、うん、クライナーのアルコール度数が大体 20% から 24% らしいんですけど、おお、ね、なんか俺らもそういう次元にないじゃんっていう。まあね、体張ってるからね。あれって売れてる人が、うん、それ可愛いお酒でね、うん、やるから、まあなんかいい絵になるだけで、俺らやってもそんな可愛さは引き出せないんですよ。無理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 。なのでウイスキーでやります。はい。これ何度ですか？37%です。37%。おお、なるほど。えぐい。ただ一応皆さんこれ真似しないでください。はいはい。じゃあこのウェイウェイランドっていうのは、うん、まあ、もちろんね、このクライナーで遊ぶように作られてると思うので、はい、僕たちは勝手にこうやってウイスキーでやってるよっていうだけなので、はい、はい、そうです。責任は取りませんので。はい。まあ、ショットぐらいの量、はい、うん、まあ、ショットよりも少なくていいかな。ああ、そうね、まあ、まあ、ショットグラスって明確なのが僕ら持ってないんですけど、うん、ショットグラスよりちょっと多いおチョコみたいのがあるんですけど、うん、はい、まあ、それの大体半分ぐらいで、うん、ショットないよね。そうだね、それでやっていこうかなと思ってます。わかりました。んごといった、ちょっとヤバそうな企画を見せてきたと思います。アイロー、というわけで早速やっていきましょう。タイム絶対勝つ、負けない。で、これいろいろアプリとかあるんですけど、ちょっとなんか取れないらしいんですよね、今。なんかね、アプリないらしい。多分これワードが古いのかな。で、別になくてもできるらしいんで、サイコロでね、はい、振って、なので、まあ、カードを引くとかそういうくだりがあるらしいんですけど、はい、結構長くなるみたいなんで、あ、なるほど。僕たちはお酒飲みたいだけなんで、うんうん、じゃなしでシンプルにこれのスゴロクでやっていきたいと思います。はい、よし。じゃあスゴロクのアプリをちょっと、はい、あ、あれは、ね、人、あ、人ね。じゃあクライナーの BRB でやるか。ほれ、クライナーは一応あるんですよね。2も実は持ってるんでね、またできたら2やりたい。2やりましょう、続編で、うん、じゃあこのマスっていう人はね、クライナーでやるか。ウェイ、よっしゃ、やる。あ、ちょっと待って、気持ち悪い。いや、待って、よっしゃー、バカみたいになるやん。よし、とりあえず乾杯ですか。そうなの。あ、わかんない。でもスタート、僕らはもう大人だい、全員で乾杯で書いてあるけど、これは、あ、全員じゃん。え、ほんとに、ほんとじゃない、ほんとじゃない。人が言ってことそうじゃない。そういうことだ。まあ、行くか。行くぜ、乾杯。はい、お疲れ。よしよしよし、こんな感じで。さあ、始めますか。ウェイウェイランドもスタートじゃないよ。お前、フェーズ順でいく。あ、いいよ、いいよ。じゃあ、僕から。はい。はい。いきまーす。せけ。はいよ。えい。に。うわ、いいな。ちょっと行かしてくれ。一、二。肝臓がバグってるので、起動不可。あ、これ、一回休みですね。ピンクマスなんで。ピンクマス。一回休みなんだ。やば。なるほどね。はい、いきまーす。はい、けー。はい。6! うわ、ずるよ。しよ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 し、痛い目見るよ、多分絶対遠隔操作してるよ。6年だいたい。今日は天気がいいので、とりあえず乾杯。うぇーい、うぇーい、うぇーい、うぇーい。今日は天気がいいので、飲みたいと思います。はい、どうぞ。いただきます。確かに、はい、おめでとう。一番心配な人来たな。いきますね。はい、2です。ああ、一緒だ、一緒だ。休み、肝臓がバグってるので起動不可。了解でーす。では行きまーす。カズちゃん行きまーす。あ、高い。6。あれ、一緒だ、一緒だ。今日は天気がいいので、とりあえず乾杯。はい、はい、ウェイウェイ。いや、乾杯の仕方グルじゃあ僕ですか。はいはい、行きます。2、1、2。もしかしてマジシャン？目の前の酒が消える。あ、ってことは消すってこと。消すってことだよ。消すってことだ。そうでしょ。うわ、だるー。マジシャンみたい。マジシャンみたい。テレレ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 レ
お、やっと違うの出た。1、2、3。突然実家に帰省することになった。そのあたりは、うわー、そんなエグいのあんの。やっときました。やっときましたね。飲みたくてうずうずうずら卵してたから今から行くわ。うずら卵だ。行きます。2。一緒。2ね。偶然電車で見かけたあの子に恋落ちる。とりあえず乾杯。いや意味わからんすぎ。最近電車乗ってないけどあの子に乾杯。はい、ばいよ。重いよ。えろ。誰だあのことは。で、岩だね。はい。行きまーす。はい、どうも。ほい。4! いやー、こいつなすか。結構好きになるあの子が終電を逃して家に泊まりに来る。えぇ、ー、あっこはないじゃん、岩だから。なんでなんでなんで、うん、泊まりに来てもいっぱい男いるよ。他3人いるよ。高いね。じゃあまあこれは本来多分なんかアプリであるけど、はいはい、言ってなし、言ってなし、はい、じゃあ俺いきます。はい、はい、はい、5! おー、やっと派手になってきたわ。派手派手だな。5。ちょっとじゃない？来た！突然実家に帰省することになった。スタートに戻る。イエーイ！しんど。はい、行きまーす。あれ、ずっと。はい。3。3。休むなぁ。1、2、3。最近知った噂を語る。おー、いいじゃないですか。いいじゃん。なんだろうなぁ。なんか噂によると、はい、北海道は僕、たじゃないですか。うん。なんかすすきのでめちゃくちゃ豪遊したらしいじゃん。豪遊？うん、噂によるとあるよね。すすきのって何？それ場所があるの？あります、あります。北海道の有名な場所です。あ、そうなんだ。歌舞伎町みたいな。いい機会がありまして、まあ、僕はお金持ってないんですけど、うん、なんかこう遊ばせてもらったみたいな。ああ、なるほどね。はい。まあ、さて、まあ行きましょう。次行きましょう。行きましょう。行きましょう。深掘りせずにね。あっちー。続いてのプレイヤーは私、いきます。はい、4番です。いいじゃない。4つ。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、突然実家に帰省することになった。スタートに戻る。えぇ、やりすぎ。5人中3人泊まってるんですよ、これ。それやばいな。縮小すぎない？え、ちょっとパリコレすぎるわ。ねえ、じゃあ歩くな、歩かないランウェイ。いきまーす。はい、4。おい、やりすぎだろ。やりすぎだよ。やりすぎ。戻れ戻れ。本当に初めてのキスのエピソード。おい、なんか俺なんかきついな。いや、俺喋りてえ。飲んでないよ、きついやついる。まずいくつの時？初めてはあれですね、16歳かな。あ、結構遅めなんだね。まあ、中学とか覗いたら初彼女みたいな。うん、時ね。矢野ちんね。タイミングとか。そうだね。そうそう。シチュエーション。レイクタウンに遊びに行って、うん、その帰り道に、どっかの公園かなんかに泊まって喋ってる時に注意したかな。どっちか行ったの？あれぞ、僕から来ました、ね。あ、行こうよ。じゃあやってみようか、来たくない。うん。そう、じゃあやってみて、やってみて。やってみた方が早いわ。今日は楽しかったね。あーって。行きます、はい、チッチです。はい。さあ、お、3番。はいはい。喉が渇いてとりあえず飲むって書いてあります。はい、喉渇いたー。心配。心配向いてるの？いきまーす。はい。はい。6! おぉー。出た、無双ロチ。5、6、よっしゃ！もしかしてマジシャン、目の前の先が消える？うぅー。出た出た。マジックできるんですか？ここにコップの底がありますよね。うん。ここずーっと見ててください。そこですか？はい。いきますよ。はい。見切り発車怖いわ。で、僕飛ばすんで、はい、いいわ。いきまーす。はい。5! 5。ゴールしちゃうんじゃん。やば、もうゴールしちゃう。デートプランを模索中。自分が一番いいと思うデートプランをプレゼント。おい、さっきもエメラルやってないって。シンプルに水族館とか行って、昼ね。昼に行って。昼に行きまして、夕方ぐらいまで水族館でいます。はい。で、こういう番組だ。そっからご飯行きたいですね。で、まあご飯は僕が用意したおしゃれなレストランで、お酒飲みながら3時間ぐらいね喋ってから、ラブホイってしておりじゃあ私、せーの、はい、3番。3番。はい、3。あー、今日は天気がいいのでとりあえず乾杯。はい、あー、乾杯。どうも。頭で意外と飲んじゃってんじゃないか。へい、大丈夫？確認したら俺がやってるか。あー、もう焦点が。焦点が。どこで焦点合ってないよ、もう。はい、じゃあ行きまーし。ドリン。6! 来た！すげえ。確かに無双オロチ入ってる。無双オロチ入ってる。無双オロチ戻り。6。
初めてじゃね。3分間ピエンを語尾につける。おー、了解でーす。なるほどね。じゃあ3分間いきまーす。ピエンで語尾。ピエン、はい、次誰ピエン。あ、リタピエンかー。いや、語尾じゃないよ。リタピエンかー。じゃあポッポいきまーす。はい、レッツゴー。ボン。はい、私3です。はい、3ピエン。ピエン、待って。お前さ、突然実家に帰省することになった。スタートに戻る。もう終わんないっけ。ピエン、なんでここどうなの。マジピエン。はい、いきます、ピエン。え、1ピエン。最近知った噂を語るピエン。あ、いや、おぉ、なるほど、語ってもらおうじゃないか。あ、もう終わっちゃう、ピエン。終わった。よしよしよし、ちょうどよかった、ちょうどよかった、ちょうどよかった。話してこなかった。うん、噂によると、あの、僕西田で1週間生活したじゃないですか。はい、2日目にあのティッシュを買ったんですよ。はい、ちゃんと見てる人は覚えてると思うんですけど、ああ、買った。普通に鼻噛んだりとかいろいろ拭いたりとかするために買ったのも一つなんだけども、7割の理由は、バンクのためですっていう噂を聞いたんですよ。噂ね、噂噂で、しかも毎日ホテルでもう行為をしたっていう噂を聞いたんですよね。事実だ。事実、これは俺らからしたら噂ね。あ、見てないからね。で、見てないから嘘ついてるかもしれない。そうそうそう、バクロマスやん。噂じゃねえよ。いきます、カチでいきます。はい、1。全然カチでいきます。なんかさ、スゴロク俺いつもそうじゃない。確かに遅いんだよね。もしかしてマジシャン、目の前の先が消える。あ、マジシャンじゃないんだよ。消えません。え、そういうのはウェイウェイじゃない。ウェイウェイ足りないなー。ノーウェイ。始まった始まった。うわっ、マジシャン、マジシャン、イノーウェイだ。ダラララララララ、ツンチツンチツンチ、ダラララ。足りますかねよ。めちゃくちゃ可愛い。バーン、キュンキュン。ウェイウェイ。あー、なるって。ハイパーなかった、いきます。ハイパーなかった。おい、イエス。よし、だんだん止まってきたよ、だんだん止まってきた。好きな相手に口づけを、 V 自由。キャッ。おい、さっきのね、押すの押すやっけ。男でやるゲームなんで。まあ、誰だろうな。いいね、気色悪いな。おい、毒だ。まだ言ってないよ、まだ言ってないけど、まあ、そういうことしちゃうと目立っちゃうよね。目立ってるね。みんなどうしたの。いや、まだ撮影してるぜ。うん、あなたがまずい、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 僕はまずい。僕の好きな相手は、うん、北村。なんでだよ。なんでだよ。こいつやっぱ油断してたから。そう、一番油断してたから。安全圏にいるみたいな。違う、それに押し付けてみたいな。リトどうした。逆に北村、目つぶってちょっと待っとく。あー、それいいね。どこに行くか分かんない。そう、どこに行くか分かんない。待って待って、俺ぶん殴っちゃうかもしれない。そこを切るよ。よし、俺のターンだ。いきます。はい、せーの。スタートだからね。あ、そうか。4番。偶然電車で見かけたあの子に恋に落ちる。とりあえず一杯乾杯。ね、やばいな。飲んでんな。一番飲んでるかもね。いけ。もう来てんじゃないこれ。そろそろ北村節出してほしいな。頑張ってほしいな。じゃあ向くいきます。はーい、パッ。おぉ、おぉ、調子いいね。結構追いついてきてるね。ね、あ、右隣の人が乾杯したそうにしているので二人で乾杯。あ、やばいな。ねえ、俺それは望んでないわ。北村やばい。北村やばいよ。連続で、まあウェイウェイしよう。オッケー。うわー。じゃあバリゾーン。じゃあバリゾーンいきます。あ、ほら、でかい。おー、めっちゃでかくてよかった。ちっちゃい。それはない、それはない。極小のこれ、何に見る小ささ。おー。5、好きなタイプを語る。あー、語ります、語ります。これ何の好きなタイプですか。まあ相手じゃない、使ってるバラロントのエージェント。違う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 。最近僕あの綺麗系のお顔が好きですね。ちょっときつそうな顔というか、きつね顔。すごっ、僕に寄ってきましたね。やっぱ僕ぽっちゃりが好きです。外見そうだよね。ちょっと正義なところで言うと、僕結構あの毛深い人好きなんで。はい、じゃあ太くて毛深い人好き。ブクブクした人が好きだよ。いや、いいかと思ってもらえない。じゃあそんな感じかな。何見てるの。俺の乳首見てる、もしかして。気持ち悪い。乳首で。めっちゃエチクしてるわ。見えねえだろ。あ、
ゆうすけさん止まり、ゆうすけ1、めっちゃ止まってきた。あの子は自分に好意を持っているのかわからなくて病む。一回休め。言わなし、言わなし、言わなし。ガチやガチやガチや、しっかり引きこもるからね。3です。3か、3か。行きます、坂道行きます。せーの、あ、いいね、いいね、5。いいよ、いいよ、いいよ。そうだよ、まじ。おい、突然実家に帰省することになった。スタートに戻る前、もうちょっとやめてよ。一番早くゴールして。そうだよ、君一番早くゴールしなきゃいけないんだよ。いきまーす、トキン。2、ちょっと待ってきたな。お酒の失敗談を語れ。めちゃめちゃあるよ。一番かっこいい。まあこれはね、まあ、メイフェイズハウスじゃないところでしょうか。なんか俺ら知らないところのない。うわ、マジ一個有名なのあるやん。あ、泣き上戸で友達、女友達おっぱいを揉んじゃって泣いて外でもう1時間ぐらい帰ってこない。気持ち悪い。十分だろ。十分もうやめとけ。気持ち悪い。やけどすんのは。じゃあいきます。はい、ペロ4。あ、いいんじゃない。結構素晴らしいかも。恋って何度の音、何も手につかない。一回休み。はい、見てました。じゃあポリ。じゃあ木村いきます。1。お、あ、もうに、おはようの一杯。ね、おっ、おいたかめくいわ。いきます、西成ポン。さあ、テスト本番まであと1日。いまだにノーベン。逃げ出したいという気持ちで酒の桃源郷には。うわっ、あ、出た出た。これまずいよ。これは噂によるとですね、あ、ここに止まんないと元の世界に戻れないヤバいゾーン。うわー、終わりの始まりじゃん。うまいこと言ったね、終わりの始まり。今、フォーとフォーで挟まれてるからさ、ここひっくり返って、せーの、フォー。わかんない、わかんない。行きます。はい、ジャンボ行きます。2。気になるあの子とデート当日、一緒に僕はどうなっちゃうの。え、てか今住みすぎじゃない。え、もうやば。俺もうだ。桃源郷入る。桃源郷だな、確かに。ああ、そうだ、2位出れば。ほんといつもいいなって、こういうの先にゴールするよね。うん、そうだね。つまんなくない。いや、つまんない。行きます、ポトロスキー。じゃあ黄色いけ。せーの、アウェイ。6。よっしゃ、いいよいいよ。気になるあの子とデート当日、一体どうなっちゃうの。あ、これはもうない。よしよしよし、よかった。ナイスナイス、でかいナイスナイス。あざすあざす。じゃあマリーいきます。はい、マリー。3。うわ、一旦好きな飲み芸開催。そうなんだ。ほら、ほらほらほら。何やるんですか。飲み芸、やっぱほうれん草でしょ。お前、さっき濁点つけた。まあ俺らと言ったらみたいなところ。いや、まあ、そう。オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺から始まるよ。はい、ここ。確かに始まる。どれ、ほうれん草系。イエーイ。ほうれん草、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 ほうれん草。ねえ、微妙な終わり方しちゃったじゃん。今俺北村だと思ったけど。マジか、ちょっと分かりづらかった。さらっといくよ。へー、よいしょー。来いってことは分かったんで、いきます。オッケー、ポン。1。あ、あ、もう最悪。最悪。最悪じゃん。水だと思って飲んだら酒だった。泥酔ってこれ飲んで休み。ピンクだから。じゃあ飲みます。はい、もう、うわ、エロ、エロい飲み方だな。いいぞ、感じろ。裏切り者やん。はい、はい、ゲーちゃん。4。大好きな仲間たちと卒業旅行、両隣の人と肩を次のターンまで組み続ける。なんだよ、びっくりした。どうかと思った。次誰かに。じゃあゴリ。ジュキヤいきます。違うだろ。6。はい、好きなタイプを語るなって。おー、やばい、朝になるよ。僕ね、最近ね、これいつも言ってるやつがあるんですけど、ビジュアルの方ですね。感じた。僕で美人な方です、ね。出た。一番むずいやつ。素朴ね。あれ素朴だよね。軽くひねってあげましょう。バーイ。最高だよね。いけ、赤トンボ。あいや、行きます。これいいと。6。来た。おお、いいね。めっちゃ進むやん。体調悪い時は家系ラーメン食っとこう。あー、一回休みだよ。まずは。うわー、最悪。あ、じゃあ俺休みなんで。あ、もう待ってた。もう待ってた。もう OK。 OK だ。解除だ。いきまーす。これ家はなんだっけ。リバーは、いや、2出たらやばい。あ、違う、こっちは。あ、もうやばい。もうないよ。あ、6出ればゴールだ。お前 YouTuber かよ、ほんとに。すごい。知らんからな。いきます。はい。うわ、6。ゴールった。
ボルト1,2,3,4,5,6 ゴールやん。うわゴールしちゃったよ。サークルの追い込ん、最初にゴールした人が次期会長になる。会長の指示に従って最後にゴールした人を盛大に盛り上げてあげよう。なるほどね。え、何してんの。どうもサークル長です。いやどうでもいいんだけどさ。じゃあ行きます。サークル長に追いつけるように。サークル長に追いつける。6。おいー、初めてのキスのエピソードを語る。イエーイ。よくね、デートした後車の中で、6、7時間イチャイチャしながら帰してから帰る。長いだろ。待て今6びっくりしたわ。なんか車の中でこう、なんか音楽とか聴いたりして、イチャイチャしていくうちにこう近づいてって、ウェーイの勢いでこう行ってて、顔面スレスレでイチャイチャしてる中で、さりげなく。いやもうそれさ、なんやねん、ドラマみたいな感じで。え、サムさんじゃタイプ、タイプ C、タイプ C の2。うわ2歳。右隣の人が乾杯しそうにしてるんで、2人で乾杯。それそれ、右膝が固め打ち、固め打ち、固め打ちの肘固さが右左、ブチ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 、グリ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 を滅ぼして。飲みづらいっす。イエーイ。はい、バッテリー交換完了しましたよ。はい。11。4番です。あ、4番。夕食は豚骨ラーメン、全力で豚のモノマネをする。イエーイ。一番強いやつ来た。ヘイホーイー、サビギー。違うな。見てかしていこうか。いきます。2番。うわー、サビギー。うわ、理由はないけど全員で乾杯。さあ、何してんだよ。このサークル長か。サークル長、サークル長だな、多分。せーの、ウェイヨー。じゃあ、富士探すね。やべ、これ、彼女が桃源郷にいる間、俺のサラリーさんあるわ。やばいよ、振り出したもん、俺。あ、俺か、りょうた。りょうた、いきます。はい、どうも。1。あら、進まないね。うわそんなんね。最近読んだ一番エッチな本を語る。わお、エッチな本。エッチな本は読んでないんだよ。なんか最近で言うと、ギガントかな。まあエッチだもんな。常に露出してるからね。まあね、なんかその動画とかも聞きたかったけど、まあいいか。あ、動画。どういう系。最近は僕あれですね、パンザの月額会員入ってるんで。そうなんだ。はい、そうだ、危険だわ。マジでいいのか。そうなんだ。いや、いいな、それは。安い。あの、2パターンあって、ライトの会員と最強の会員みたいな。ヘビーみたいな。最強の方はちょっと高いんですけど。ファンザのさ、エロ漫画読めるやつは、その最強のやつだったけど。ね、僕、漫画は興味ないですよ。エロ漫画異次元にすごいね。エロ漫画めっちゃ きついよ、サークル長。ほんとに最近さ。サークル長。いきます。いけたらいいんじゃない。いきます。2。まずいんじゃね、危ね。え、まずい。桃源郷だ。桃源郷よ。入ってしまいました。べー、マジだ。4位が冷める。冷めた。戻った。もっともすぐ、しかもめっちゃ進んでるで。じゃあ、桃源郷いきます。はい、じゃあ、1。お酒の失敗談を語る。おー、伝説事件。伝説。これ身内だと有名なんですけど、20歳成り立てとかで、うん、もうテスト勉強で忙しかったんですよ、はい、5日間あるテストくらいずっと寝てないみたいな、うん、毎日もう一夜漬けでみたいな、うん、最終日みんな打ち上げくなって、めちゃめちゃみんなで飲んでたんですよね、うん、その中で調子こいて黒霧島首グビグビストレートで飲みまくってたんですよ。芋焼酎でしたっけ。はい、8時ぐらいから飲み始めて、そしたらもう9時から記憶なくて、いや、起きたらゲロの海の中にいました。一番後ろ覚えてるのが9時で記憶なくなって、起きたら1時ぐらいだった、夜中の。パッて目覚めたらガチャマがめちゃめちゃ嫌な顔して鼻つまみながら俺にファブリーズかけてる。めっちゃ失敗なんだ。失敗。いや、今じゃありえないもんね。いざ試験いきます。では早く抜けろよ。せーの、6。あっ、ワンチャンあるよ。ワンチャン。1,2,3,4,5。ナマステー。それ全然。じゃあ悪い、いきます。いけ悪い。5。彼女とシラフの夜も悪くないということで休みです。まあ確かに。シラフ結構いいよね。シラフがシラフ結構エモーショナル。それはそれでありだよね。99。好きな相手に口づけを。V 自由に。
やばいの来たよ。いや、なんで二人ともちょっとなんか緊張してる気持ち悪い。俺だけ確かに全面つぶってて、あ、誰に行くかも。ちょっと汗ばんでるから。多分ね、モザイクで何やったか分かんないと思うんだけど。あー、ほんとチューされた。右乳首に座れた。まあ、V10 だから V10 だから。ボリボリ稽古まーす。呼んだ。熱いんだけどね。今マリア禁断の酔い止め発動。でも、飲まないときいいんじゃない。いいじゃない、飲まりや。サンキュー。じゃあ、俺もお休みだから。あ、もう来た。おー、早っ。5。よし、死んでくれ。おー、進むね。イエーイ。返事が来た。偶数が出たら OK、 前向きにそのまま進む、奇数が出たら NO で叫ぶ桃源郷はある。そうだ、面白い。偶数出せばいいんだ。そう、偶数が捨てたらそのまま、奇数が出たらもうワープする。ずっと好きでした。付き合ってください。運命のサイコロお願いします。奇数桃源郷です。え、ちょっと待って、こっち側の桃源郷はやばい。やばいよ。やばいよ。しないの。じゃあ、せ、せがどんどん。よっ、あ、終わったんじゃないか。終わった。誰だ。一二三。ああ、終わりだ。終わりだ。終わりで。はい。次誰かに。カンニ。あ、ねえねえねえ。わ、あ、これ。ワンチャン。ワンチャン。あ、まずい。逆が。理由はないけど、全員で。カバー。じゃあ、ローリーズリー。次フォーミーですね。はい、いけー。2。ほんとほんとに就活エントリーする企業数を運試しで決める。サイコロを振って出た目だけ進むか戻る。おー、どういうこと。あ、じゃあ奇数出たら、あ、そういうのにする。そういうルールです。あー、いいね。奇数出たら進む。奇数いったら戻る。偶数いったら進む。だからこれでゴールする可能性。そうだよ、それで偶数出たら、偶数出たらゴール。いきます、せーの。はい、3。カツカレー、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 5。あー、いいんじゃん。ダメ、臭くね。うちのサークルはそんなに飲まないサークルだよ。果たしてっていう謎のマスですね。果たして、そんなね、なんもない、なんもない。これアプリのやつだね。あ、そっか、一騎打ちこれ。そうだよ、細かいけどね。あ、マジか。細かい。お前、日本代表ボランチじゃないから。嫌われっつの3番じゃないから。もっとボランチ細かい始めね。これアジアカップ優勝時の浦和レッズネタ結構きついからな。テクパーチ4。いくよ。いや、終わんないだろ。1、2、3、4。ここに行きました。幸せすぎてカーニバル、全員で乾杯。おい、よっしゃ、乾杯だ。よっしゃ、ローウィズリー。そうだね。あ、でもすぐぐるさ、タスタスやさ、行く。じゃあ2回回していいよ、俺。いいよ。タスで、キャラがいいよっていうね。あ、いいよ、3回回していいよ。おー、じゃあ1回目よ。お、海が覚める、元の世界に戻る。きたー。いや、でもでもこれでまた、おいやで、これ2回やっとこ。もう1回いくよ。5。あ、熱い熱い。リア充は飲み足りないんじゃないの。ウォウウォウ。あるきたきた。リア充はでしょ。はい、まあまあまあ、あ、恋人がいるのだけがリア充じゃないです。お前いいこと言うじゃねえ。カンカン、はい、カンカン素晴らしい。カンカンは裏切り者。いただきます。いけ、リア充。はい、どうぞ。確かに僕いきます。はい、1。うわー、なんもないやつだ。え、負けじゃー。負けだ。あ、負け確だ。まあ一応回しておきますね。せーの。そう。はい。3。メインページルールでゴールでーす。ゴール。あー。これマジ弱い。あれもなんかこれビリ。確かに。あったね、確かに。圧倒的ビリだ。で、今がなんか1位。なんかこれそう、ゴール1位になった人が最後にゴールした人をサークル長がビリの人になんか盛り上げるなんか指令を出していいらしいです。うん、なるほどね。それで落ちです、動画。はい、それではサークル長を申します。はいはい。まあこれはね、ビリの人だけじゃかわいそうなので、お、全員で乾杯しましょう。イエーイ。ウィパンパンパン。右手にグラスを持ってください。左手でいいですか。あ、左手でも大丈夫です。そうですね。今日はお疲れ様でした。明日の編集頑張りましょう。最悪だ。
と真似しない方がいいっすね、ウイスキー。ウイスキーはやめた方がいい。ウイスキーはやめてください。もう男女で暗いのでやってください。うわ、マジで。2だね。そして2。2だね。2だね。なんか女子3人組とか連絡してください。はい。というわけで、この動画少しでもいいなと思ったら、高評価とコメントと、あとインスタのフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは、よかったらまた次回の動画でお会いしましょう。はい。クルトがこの後アマゾンでめっちゃ買います。なんで？なんで？